さあでは続いてまいりましょう、はい、続いては大場くんです。はい、ワイタゲっていう、はい、僕は地元由利本荘東由利なんですけど、ワイタゲなんて聞いたことなかったんですよ。あ、はい、そうなんだ。使わない方なんですね。で、まあ、どんどん大人になって秋田県内のいろんな人と会っていくうちに、結構当たり前にワイタゲって言われて、ちょっと何ですかね、予想つかないとか想像できない言葉久しぶりに食らったなっていう感じだったので、はいはいはい、そんなにワイタゲって言いますか。ワイタゲって使う人、はい、カタカミなのかな、ね、僕もカタカミの人から聞きました。あ、やっぱじゃあ聞いたことはない。ワイタゲってちょっと分かんないです。やってみますか。やった。いや楽しいな今日。はい、どうもありがとう。これぐらいどこ行くの？あとあの横線行こうかと思って。あ、なんだ、あたさ山の線行こうと思って。すいまーす。おい。これからのそれいいな。何なんだよ。ゆうきさんは使う？ワイタゲ。あんまり使わないです。これだからいわゆるしったげでしょ。そうだ、しったげは使うだけでね。僕も本当カタカミなのかどっか別の人に聞いたのは、三段活用って言われたの。しったげの上がワイタゲって。ワイタケの上がホゲタケって言われたんですよ。タケ聞いたことない、うん、すごい。そのホゲタケ聞いたんですけど、これが本当で言ってるのか冗談で言ってるのかそれは分かんない。ホゲタケの、ホゲタケはないな。三段活用って言われて、でも誰もその話はあの分かってくれない、僕はしったげ、すったげ、ワイタケだと思ってました。しったげ、すったげ、わいったげ。でもしとすはほぼ同義だから。あーそっか。さっきやったやつだ。さっきのね、ノリとしては まあ、すごいとか、っていう、ね、すんげーとか、そうそうそう。だから宮城でしょ出身だとしたら、はい、あのいぎなりとかだもんね。あ、そう、宮城だとすんごいっていうことをいぎなりっていう。あ、そうか、そういう風に使うんですね。そうそうそう、いぎなりは、いぎなりおいしいとか、いぎなりうめーとかね。突然って言ってないんですね。違います。兵庫は何かあるんですか、その すごい表現。バリ、バリですか。バリか、バリすごい、あれね、メッサゴッサ、メッサゴッサリみたいなね、あるよね。これ教授に聞いてないんですか。これちょっと聞いてないんですよ。聞いてないです。今度聞いておきます。きっと佐々木教授が今判断活用から。そうですね、ワイタゲは多分割れるほどって意味だと思います。なるほど。しったけは死ぬほど。解きてると私は理解してます。そうだ、すごいってこと、いずれそうです。それぐらいってことね。そうです。ワイタゲは多分割れるほどって意味だと思います。なるほど。しったけは死ぬほど。さあ続いては佐々木くんからいただきました、はい、これね、漢字で牛坂と書いて、うん、ベゴザが、うん、漢字の読みまで黙る。いや、これちょっと衝撃じゃないですか。だってあ、これ実際にあるんだね。これあります。僕の地元にありますね。ちょうどまあ我々出身の金足農業高校 の、うん、あの前にある坂がベゴ坂って言うんですけど、ベゴ坂、うん、通称だと思ってたんですよ。そう、普通はそう思う。そうそう、で看板見ても牛坂って書いてるから多分牛坂なんだなと、うん、でそれをおじいちゃんたちがベゴ坂ベゴ坂って言ってんだろうなって思ってバス乗ってたら、次はベコ坂って言ったから、マジでと思って。まじ、ほら、秋田市牛島ってありますけど、牛島ですもんね。牛島、あそこは牛島。ベコ島とか、ヨジマ島、そうだ。秋田中央交通に実際に確認してみたところ、はいはい、秋田中央交通としてはバス停の正式名称としてベコ坂というふうに実際にベコ読みにしているそうです。ベコはベコなんだ。ベコだそうです。ちゃんとベコっていう、はい、ベコ坂なんだ。ベコ坂がなまってベコ坂なんだ。ベコって読むのは秋田オンリーですか。あ、でも、もう赤ベコって言いますよね。確かに赤ベコ、ベコは知ってる。ベコは知ってる。二人とも赤ベコ好きなんで。赤ベコ好きなんだ、はい、後ろで生ハゲさんが首やらしてるの赤ベコ。生ハゲ休憩中にあのスマホで電話しながらお辞儀してました、ね。先輩の生ハゲにね。先輩の生ハゲに。